中国の地理と気候中国の衛星写真棚田海南省から見た南シナ海菜の花畑中華人民共和国の地理では主にユーラシア大陸にある中華人民共和国の地理を外設する。中国は物理的多様性に富んだ国である。下東部や中南部は肥沃な低地と丘陵で構成されていて中国の農作物の生産地と人口の多い都市が集中している。 西北部は、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠などの沈んだ流域や、曲がった大地、連なった山海等が広がっている。また、西南部は、地球上最も高いテーブルマウンテンである、チベット高原を含んでいる。古代の中国は中原を中心に、黄河の中流や下流などで、独自の巨大な内陸市場を形成した。近年では、約一万キロメートルにも及ぶ海岸で盛んに、 貿易がが行われてていいるるため沿岸部での人口が増加している中国は約960万平方キロメートルの国土を有している。ただし台湾、アクサイチン、トランス、カラコルム地域、南チベットなどの国境が定まっていない地域を含めるかによって変わってくる。現在の CIA、 ワールドファクトブックでは959万6960平方キロメートルとなっている。中国はアメリカ合衆国と結構しており、総面積はアメリカ合衆国の測定次第で3番目か4番目の大国となる。両国はロシアとカナダより小さく、ブラジルより大きい。中国の地形図中国は、地主学上、政府が決めた中国東部、新疆モンゴル、 チベット高原の5つの地域に細分化される。その中には、広大な盆地、高原、大地、丘陵地帯、様々な地理的特徴を持った砂丘等の多数の地形が見られる。一般的に、成功到底の地形である。山地、大地、丘陵地で、中国の国土のほぼ7割を占める。流域の一部が砂漠となっているが、工作可能な土地と人口のほとんどは、 平地平野と川沿いの盆地に集中している。国土の険しい地形は、陸上輸送のインフラ建設や広範囲の農業を維持するときの問題点となっているが、林業、鉱物、水力等の資源と観光に活用している。東北平原上海の北東には広大な東北平原に広がる平坦な沿岸地帯がある。平原は北部にある。 大港安霊山脈や小港安霊山脈の近くの中国の鳥の王冠と称される地域にまで広がっている。東にある白桃山が北朝鮮との国境である。比較的生活しやすい気候と地形のため多くの中国人が住んでいる。河北平原大港山脈は河北平原の西側を形成する。東は太平洋南西には黄河がある。 この平野は北を、北京、南東を、上海、南西を偽象とした三角形で形成されている。この中石平野は、黄河と長江によって作られ、中国の中で最も人口が集中している地域の一つとなっている。この平野野にある山は、山東省の大山と、安岐省の大野別山脈だけである。北端にある北京は、大港山脈と、 遠山山脈に囲まれている。さらに北には遊牧民が暮らす乾燥した草原がある、内蒙古高原がある。南部には伝統的に稲作を行っている家が多い農業地域がある。万里の頂上は内蒙古高原の南端にある山脈に沿って建設された。秋夜に建てられた壁は、北海沿岸の上海から、甘粛省の火星回廊まで東西。 約2 0 0 0トル以上に走っている。南急カルスト地形の景観白頭山の北朝鮮との国境語尾砂漠の砂丘オード高原チベット高原の東側では深く折りたたまれた1 0 0 0ルから3 0 0 0ル級の山脈が四線本地に向かって広がっている。この地域の平均標高は約5 0 0ルで中国の中で 最も人口が集中している地域の一つとなっている。四川盆地は北部では、コンロン山脈、新霊山脈、大友江山脈付近まで広がっている。新霊山脈と大友江山脈は中国本土を南北に分割する主要な山脈である。チベット高原の南東で四川盆地の南には中国南西部の大部分を占める雲気高原がある。この高原は 平均標高が約2000メートルあり、カルスト地形の景観が有名である。長江の南の景観は山西省の北部のようにより険しくなる。湖南省と高西省はそれぞれ山脈に囲まれた盆地に焦土がある。武陵山脈が湖南省から紀州省まで分けるようにそびえ立っている。ラオゾラ山脈や西高山がブイ山によって 福建省から離れた湖南省と厚生省を分ける。南東部の沿岸にある石膏省、福建省、広東省などは低地や山間部が合わさった険しい海岸を有する。広東省北東部を東西に横断する南嶺山脈は広東省から湖南省と厚生省を塞いでいる。近藤山脈の北側の斜面と天山山脈の 南側の斜面に囲まれたチベット高原の北西部には、タクラマカン砂漠を含む新疆ウイグル自治区にあるタリム盆地がある。この盆地は東西に約 1500km、南北に約 600km に及ぶ中国最大の盆地であり、平均標高は約 1000m である。盆地は東に向かって沈み、新疆東部のトゥルファン盆地まで続く。 トルファン盆地にあるアイリンコの固定は最も低い場所でマイナス154メートルとなり中国で最も低い地点であり世界で3番目に低い地点であるこの地点では摂氏49.6度を記録し中国の中で最も気温が高い地点の一つに記録されている天山山脈の北部は新疆の中で2番目に大きいグルバンテウンギュと砂漠がある 北強し盆地にある。北強し盆地は、ロシアやモンゴルとの国境になっている、アルタイ山脈に囲まれている。チベット高原の北東には、アルチン山脈、キレン山脈が、コンロン山脈から分岐し東西に平行な山脈を形成している。北部の青海省には、標高約2600メートルから3000メートルのタイダム、盆地があり、 数多くの奇水湖や塩湖が存在する。紀蓮県の北部は古代のシルクロードの一部であり、新疆と中国本土を結んだ甘縮省の火星回廊であり、高速道路と新疆への道が横断している。さらに北には標高約900から1500メートルのモンゴル高原が北に向かって、こう描き、北東部の大高安嶺山脈につながる。新霊山脈と モンゴル高原の間には、浅聖省、甘縮省、三聖省、寧夏海賊自治区の一部である、約65万平方キロメートルに及ぶ世界でも、類を見ない、標高約1000から1500メートルのオー土高原がある。オー土高原はあり、オー土色の土壌で満たされていて、侵食された土壌が黄河に流れ出ている。そのため、黄河はオー土色であり、名前の由来となっている。 オード高原の東側は、山西省の路量山脈によって塞がれていて、川側沿いに狭い盆地がある。さらに東には、河北地域の中でも、特徴的な地形を持つ河北省の太閤山脈がある。バヤンブラック草原国立自然保護区中国から見た、ヒマラヤ山脈のシシャパンマ北側のチベット高原から、見たヒマラヤ山脈のエベレストカラコルム山脈高原ヒマラヤ山脈。 カラコルム山脈、パミール高原、天山山脈などの世界の中でも高い山は南アジアや中央、アジアなどから中国に向かって伸びている。17の高い山のうち世界で最も高い山であり、ネパールとの国境にあるエベレストや2番目に高い、パキスタンとの国境にあるツーなどの11の山は中国西部の国境にある。これらの西側の山から、 地面が階段状に下がっている。ヒマラヤ山脈の北部であり、カラコルム山脈、パミール高原の東にあたる場所は、世界で最も広く高い大地で、世界の屋根と呼ばれる、チベット高原である。この大地は、平均標高が4000メートルで、中国の総面積の5分の1である250万平方キロメートルを占める。北部では、パミール高原、カラコルム山脈、 天山山脈が交わる場所から東へ伸びる、混ン,ン山脈に裾を引く。鉱山中国西部にある世界で最も高い17の山のうちのエベレストや京通以外の9の山は、ネパール国境にある、ヒマラヤ山系のローツェ、マカルー、チョウユー、ギャチュンカンとパキスタイ国境にある、カラコルム山系のガッシャーブルムアイボン、ブロードピーク、ガッシャーブルムツーボン、ガッシャーブルムスリーボン、 ガッシャーブルム方法である。チベット自治区、ニャラム県チベットヒマラヤにあるシシャパンマなど、世界で最も高い14の山のうち、9の山が中国国境にある。ヒマラヤ山脈の東側にあるヤルンツアンポ川の近くに位置するナムチャバルワも中国の国境にある。ヒマラヤやカラコルム山系以外の高い山は、新疆西部のパミール高原にあるコングール山。 ムスタグアタ山、四川省西部にある大雪山系のミニアコンカ、キルギストの国境にある天山山脈最高峰のポベーダ山などがある。中国の主な河川中国には、それぞれ100平方キロメートルの流域を持つ約5万の川があり、総延長は42万キロメートルを超える。そのうち1500の川は1000平方キロメートルの流域を持つ。大半の河川は、 中国西部から東部の太平洋へと流れる。長江はチベットから河中を流れ、上海市付近の東、シナ海へと流れる川である。総延長が約6 3 0 0トル流域面積が約180万平方キロメートルあり、アマゾン川とナイル川の次に長い世界第3位の川である。次に長いのは黄河であり、チベットから迂回するように、 河北を通り、山東省北海岸から渤海に流れる川である。総延長が約5 4 6 4トル流域面積が約75万2000平方キロメートルある。主に、国立交渉を流れる国立港はロシアでは、アムール川と呼ばれ、ロシアを1 2 4 9トル中国北東部を3 1 0 1トル流れる。中国南部で一番長い川は、 玉江で、西へ、北港、上がりへの3つの支流に加えて、甲州市、主海市、マカオ、香港の近くで玉江デルタを形成している。他の主な河川は、北東部の領が北部の海が東部の仙東港、南東部のメコン川などがある。北部と北東部の陸上流域を含めた流域面積は、中国全体の流域面積の40%を占める。 多くの河川は湖や川から流れ込み砂漠で蒸発するが一部の川は歓迎に利用されている。中国の領海は主に西太平洋の周辺海であり、海域は本土の海岸と約5000の島の周辺である。航海、東、シナ海、南シナ海などは太平洋の周辺海である。主に南部の半分以上の海岸線は岩が多く、 残りのほとんどは砂で形成されている。甲州湾がこの2種類の海岸を分ける。河北平原ヒラノに堆積した泥や砂を運搬する。河川はデルタを越えて続く、河北平原で水位が下がる。その流れは人口の堤防によって支えられているので、ヒラノから50メートル上にある隆起した山に流れる。水面凍結、洪水、川の流れの変更などは何 世紀にもわたって行われたため、古代から皇帝を選ぶときは堤防についての関心度の大きさで選んでいた。現代の中国では大規模な洪水対策と堤防の保全管理を行っている。チベット高原の源流から流れる効果は、中国の拡大に影響を及ぼした中心である河北平原を通って海に向かって流れる。漢民族は古代から豊かな沖石土を持ち、 帝国機の南北の輸送を行うために計、クイダイ運河を建設した。河北平原は北東にある東北平原の続きであるが、航海の延長である渤海によって分けられている。中国の他の人口密集地域と同様に、河北平原は洪水や地震の影響を多く受ける。北京から東に 165km 進んだ先に、 ある工業の中心地の東山市で1976年に起きた東山地震は20世紀最大の地震であるとされている。海河は長江のように西から東へと流れる川であり、天津市付近で合流する5つの河川によって構成され、7 0トル離れた渤海に流れる。河は河南省の源流からぬかり沢湖などの湖を通って、州市あたりで、 長江に交流する。東部平原と長江混乱山脈の続きである、新霊山脈は、長江デルタから下北平原を分け、中国の二大区分の重要な境界線であり、言語や習慣に影響を与える文化的な境界でもある。新霊山脈の南側には、長江沿岸の上流にある高い山で囲まれた四川盆地。 中流や下流にある発達した多くの高密度地域がある。中国で最も長く重要な水路である長江は大半が高行可能であり膨大な水力発電力を持っている。チベット高原の源流から流れる長江は中国の中心部を通る約6 3 0 0トルを横断し、東、シナ海に流れるまでに約180万平方キロメートルの流域面積を 流れる。約3億人が超高の中流とか流で生活している。この地域では小麦と米を多く生産している。四川盆地は高温多湿な気候で栽培期間が長いため多くの作物を生産している。多くの鉱物資源を有する重要な工業地域であり、中心的に能を生産する地域でもある。東西の山脈の南端に位置する。 南霊山脈は中国の熱帯気候の地域を見下ろす。この気候によって米の二気策が可能となっている。山脈の南東には小さい三角州と狭いた間の平野がある。玉江やその支流などの水路網で南部の大半を占めている。南霊山脈の西側に位置する雲気高原はチベット高原の険しい山岳地帯に向かって、 標高1200メートルと1800メートルという2段階に分けて上がっている。中国には数多くの鉱物資源があり、アンチモン、グラファイト、タングステン、亜鉛の世界最大の産出国である。他にはアルミニウム、ボー気サイト、石炭、石油、ダイヤモンド、金、鉄鉱石、鉛、磁鉄鉱、マンガン、水銀、モリブデン、天然ガス、ン鉱石、 スズ、ウラン、バナジウム等の産出国としても有名である。中国の水力発電力は世界最大である。2005年発表の見積もりによると中国のすべての土地のうち工作可能な農地が14.86%ある。そのうち高級作物の栽培地が約1.3%で残りは一時的な作物が栽培されている。高級作物の栽培地が 比較的少なく世界最大の人口を養うのに必要な収穫量を維持するために集中的に農業技術を推進したため輸出をしても余剰な食料がある。2004年には推定54万4784平方キロメートルの土地が考えされた。その他には国土の42.9%が牧草地、17.5%が森林に利用されている。 中国は、旧北区と東洋区という二つの生物地陸にある。旧北区では馬、ラクダ、ジェルボアなどの哺乳動物が見つかる。東洋区で見つかった種の中には、ベンガル山猫、バンブルラッド、つパイい目の動物など多くの貴重な動物もいる。生息範囲の拡大により二つの区間地で多くの移動があったため、すべての気候で鹿、カモシカ、クマ、オオカミ、ブタ、 ネズミ目の動物などが見られる。しかし、有名なジャイアントパンダは、長江沿岸の限られた地域にしか見つからない。絶滅危惧種の取引は、今も問題が残っているが、今は取引を取り締まる法律が施行されている。濃い大色の地域は、中央平原である。中国の歴史は、よく特定の地形の境界によって定義される、戦略的分野の観点で説明される。 漢民族は中原から始まり、軍事力を強めながら、地元住人の抵抗もなく、大土高原、四川盆地、南宮を侵略した。人口増加率が比較的高かったことによって、漢王朝は、軍事的にも、人口統計的にも拡大を続けた。現代中国の峰南、今日のベトナム北部、タリム盆地は、漢王朝の軍隊が最初に征服した。 北部の草原は常に中国侵攻の中心であり、13世紀にはモンゴル全土を制圧し、モンゴル帝国の元朝を創設した。現在の中国東北部の大半である満州と朝鮮半島は一部の機関を除き、中国の支配下になかった。満州は新朝後期に中国に統合され、以前は朝鮮の部族の故郷であった。 白桃山の西側も中国に併合された。中国と台湾の領土の人口密度、東部のの沿岸地域の方が水路が発達しているため、西部の内陸部より人口密度が高い。人口学的に人々の職業は工作可能な土地の地形などに従っている。国陸交渉の黒川市から雲南省の阿グリ省市まで走っている黒川阿グリ省線は、 中国を地理的に人口がまばらな西部と密集している東部の二つに区分している。テンプレート、中華人民共和国の経済戦略地区中国の経済は輸出志向になっている。沿岸にある地域は中国の経済発展からの恩恵を受け、新しい経済の中心地となった。政府は内陸部への移住を長年推進しており、2012年には西部の危機により政府は 生産を国内市場向けに注力する政策を発表した。中国の行政区分は主に1949年から1954年までの行政再編の時に確定した。この行政再編は中国内で大きな論争を引き起こした。この再編で、関東省から厚生地湾族自治区が独立し、東近ンン湾への航行許可が出た。また、 1988年に海南省が関東省から1997年に重慶市が四川省からそれぞれ独立した。中華人民共和国の各行政区分の1、中国の地図、出展、CIA 中央アジアの国境問題中国の国境は東アジアのほぼすべての大陸国と共有している1 2 0 0 0トル以上の領土問題を起こし、 様々な点で論争されてきた。西側の地域では、中央アジアで、旧ソビエト連邦のアフガニスタン、パキスタン、中国が約1000平方キロメートルに及ぶ多くの山と氷河に、覆われた谷で構成される、パミール高原の国境線で争っていて、パミール高原の北部と東部は1987年から一部の国境が定まっていない。 6 5 4 2トルにも及ぶソ連との国境は長年の争いの下であった。中国は1954年にシベリアのソ連領の大部分を自国の領土だとする地図を発表した。そのため北東部の内モンゴル自治区と国立交渉のアル軍側、アムール側、ウスリー川沿いの地域は緊迫した情勢となった。両国とも軍隊を国境沿いに集め、 国境挑発罪を訴えた。1986年9月にウラジオストクで行われたミハイル・ゴルバチョフ元書記長の演説で中ソ国境問題について中国側に情報する姿勢を取った。翌年には1979年のソ連のアフガニスタン侵攻後に破られていた国境協議を再開した。結局1987年後半までに 国境は決まることはなかったが、両国とも北東部を最優先で検討することとなった。2004年10月に中国はロシアと約4 3 0 0キロメートルに及ぶ国境を境界線で締結することで合意した。南部の国境問題ブータンの東側とブラマプトラ、川北部の広大な土地はインドによって支配されているが、中国が領有権を主張している。 この地域は1914年にイギリスが決めたヒマラヤ山脈をなぞるような国境にするマクマホンラインによって決められインド側は承認したが中国側は拒否した。1980年6月に中国が初めて20年にも及ぶインドとの国境紛争を解決しマクマホンラインを承認したためジャンムーカシミール州の悪チ人を中国に譲渡することを提案したが インド側が提案を拒否した。しかし、この問題の別の解決法を選び出した。1986年7月に中国とインドは第7回国境会談を行ったが、領土問題は全く進んでいなかった。両国とも相手国の侵略であると主張し続けた。ほぼすべてのインドとの山岳軍事境界線についてまだ多くの議論の余地があるが、 北京市とニューデリーは最も紛争が少ない中間地点についての国境の議論の開始を約束している。インドは1964年の国境会談でパキスタンの中国への土地を承認していない。中国とミャンマーの国境問題は1960年10月1日に締結された中国ミャンマー国境条約によって決まった。その後、1986年6月に 国境最初の行動検査が行われ完了した。南シナ海、東、シナ海の領土問題中国は南シナ海の南沙諸島についてマレーシア、フィリピン、ベトナム、ブルネート主権を争っている。2002年に発表された南シナ海における定約国の行動に関する宣言によって国際緊張は緩んだが大半の当事国が望む契約の拘束力がある。 行動規範には達していなかった。また、中国はベトナムが領有権を主張している、青砂諸島を支配し、東、シナ海にある日本の領土である、尖閣諸島の領有権を主張している。気候、欠片の気候区分で色分けされた、中国中国の気候は、緯度、経度、高度に大きな違いがあるため、南部は熱帯気候、北部は亜寒帯気候。 チベット高原の標高が高い場所は高山気候と非常に多種多様となっている。モンスーンの風は陸地と海の熱吸収能力の違いによって引き起こされる。夏には東アジアのモンスーンが南から暖かく湿った風を運び、多くの国で年間降水量の大部分に及ぶ雨を降らす。逆にシベリア高気圧は冬に発達し、 比較的冷たく乾燥した状態になる。モンスーンの動きが中国の雨季のタイミングを占めている。中国のほとんどは温帯に属しているが、その気候パターンは複雑である。国流交渉と内モンゴル自治区の両極端は亜寒帯気候に属している。それとは対照的に海南島の大部分と雲南省の南部国境周辺は熱帯気候に属している。 冬の気温はかなり違うが、夏は気温がとても低くなる。例えば、国立高昭和区菓子の1月の平均気温が低く、摂氏30度なのに対し、7月の平均気温は摂氏17度を超える。対照的に、海南島の1月の平均気温は摂氏17度を超え、7月の平均気温は摂氏28度を上回る。降水量は、夏季には、 青海省北西部や新疆ウイグル自治区のトゥルファンボン地などの20ミリメートル未満から関東省、厚生地湾族自治区、海南省などの2000ミリメートル以上と様々である。新疆ウイグル自治区の北強地域のいくつかの地点では降水量が変化しないという東アジアの大部分である気候もある。年間日照時間も四川省と重慶市の1100時間未満から 青海省北西部の3400時間以上まで様々である。日の出の時間は季節や地域によって異なるが、全体的に北部とチベット高原は南部よりも日照時間が多い。石炭の依存による大気汚染は未処理の廃棄物による水質汚染と総菜大微孵化ではなく汚染物質濃度の基準の使用などが主な問題である。 特に北部では水不足が起きている。中国東部では工業が発達した結果、よく煙や霧が発生する。1949年以降、すべての農地の約5分の1の損失を伴う重度の森林破壊が土壌流出と経済発展に結びついており、砂漠化につながっている。中国は南極環境条約、南極条約、 生物の多様性に関する条約、気候変動に関する条約、砂漠化防止のための国連条約、絶滅危惧種に関する条約、有害廃棄物条約、海洋法、1983年と1994年の国際熱帯木材協定、捕鯨規制に関する国際条約、海洋汚染に関する条約、オゾン層破壊に関する条約、マルポール条約、 湿地保護にに関するる条約に合意している中国は京都議定書に調印したが、インドと同様にまだ合意に基づきに酸化炭素を削減する必要がないため批准しておらず、包括的各実験禁止条約にはまだ調印していない。中国の東部のほとんどの内陸部及び沿岸部の対処地はアルゼンチンとチリである。例えば、内モンゴル自治区のカラス海市の対処地は、 チリのバルディビアである。ありがとうございます。